このブログでですね、経済っていうのは本質的に好景気とか不景気っていうのはまあほとんどないんだと。なぜかったら経済を決定するのはですね、その国の国民が毎日どのくらい働いたか、まあそれを簡単に言えば、付加価値の創造つってもいいんですけど、例えばまあ簡単で言えば畑で働いてお米を作ると、お米を作ればまあそれを食べることができるわけですから、まあ、お米がどのくらいできたかでもいいわけですね。ですから、好景気か不景気かって、まあせいぜい日照りが続くとかですね、それから何かの関係で大きな地震があって、打撃を受けるとか、まあ、そうすると例えば毎年 2% の経済成長をしているところ、今年はちょっと日照りが続いたから作柄が良くないので 1.8% にとどまったとかですね、今年は非常にいい技術が進歩して少し生産性が上がったので 2.2% の経済成長だというようなぐらいの変化はあってもですね、もうひどい現在みたいな変化はないわけですよ。株価もそうですね。株価っていうのはもともと何で決まるかって言ったら、その会社の価値ですね。ですから、まあ、非常に素晴らしい業績を上げる会社もいれば、それから、まあ、あまりちゃんとした業績が上げられないサボってる会社もありますから、一つ一つの会社の株価っていうのは上がったり下がったりすることもあるでしょうけども、株価の日経平均なら、日経平均というのは株価はですね、日本経済の全体の状態を示しているわけですから、それはですね、そんなに上がったり下がったりはしないわけですね。国際的な情勢が変わってもですね、国同士の関税の設定とか貿易の制限とか、それから生産コストとか、いろんなものがありますからですね、それほど大きく変わるわけじゃない。ところが、まあちょうどバブルの時、1990年か91年かですね、そこら辺の時、3万8000の株価が一気に1万いくらになるとか、さらにそれが下がって しばらく経つと8000円になるとか、そんなことはありえないんですよ。だけど現実にはあるわけですね。現実にはあると。じゃあなぜ経済は現実的に、経済の実態は上がりも下がりもしないのに、一定の速度で、我々日本人なんか特にいつも真面目に働いてますからね。朝、我々が国民一人一人が朝出勤して働いて、夕方帰ってきてご飯食べたり風呂入ったり一杯やったりして寝ると、それから科学技術とかビジネスモデルなんかもある程度のペースで進歩していけばですね、景気なんか上下しないんですよ。じゃあなんで景気が上下するのと言ったらですね、それは作戦的にやってるからなんですよ。そういうことで儲けてる人がいるわけですね。まあ例えば典型的には、株をうんと持ってる人がどうも世の中でなんか、ね、NHK かなんか変なこと言ったとかしたら、この株が不安定だとみんなが思うだろうと、そういうきっかけがあったらその株を売り出すわけですよ。そうするとなんかこの株売り出してなんか誰かが手放そうとしてから俺も売ろうっつって、みんなが売りに走って株価が下がっていく。1000円の株が500円まで下がる。だけどもともとその会社の内容が変動してるわけじゃありませんからね。一番最初言ったように経済自身は変動しませんから、基本的にはここが重要なんですけど、経済自身は全く変動しませんから、1000円の株価が正しいとしたら1000円なんですよ。それを人為的に500円まで落とすわけですよ。人の不安心理とかそういうのをつけいって500円まで落とすわけですよ。じゃあ500円落ちてきたところで、その株をもう一回その悪いやつが、悪いやつな超金持ちとかしで筋とか国際金融資本とか、そういう言われる人たちですよ、そういう人たちがまた今度買い戻すわけです。そうすると非常に簡単に言えば、1000円で株を売って、自分で1000円で株を売って500円まで株価を下げて、500円でそれを買い戻せば、同じ金で株を持ってるのが2倍になっちゃうわけですね。で1000円が1回500円で下がってまた1000円になると。で庶民は今度どうなるかっていうと、株が下がり始めたって大慌てで売ると。だけどまあすぐには売れない、なんか決済日が3日後だとかあんとか言われて、結局500円で売ってしょうがないな、これだけ下がったからと思ってるとまた1000円に上がると。こんなのが現在の実は経済なんですよ。これは経済と言っちゃいけないんですよ。金融の遊びと言わなきゃいけないんですけど、それとも悪徳金融制度とか言わなきゃいけないんですけど、これをもって経済って言ってるんですよ。で経済成長率 GDP なんかもそういうんで計算されてるわけですね。それが会社の倒産だとか金の
お金がですね、まあ仮想的なもんですから、それによっていくらでも操作できるわけですね。お金をこう作り出してるのは日銀が印刷するなんて経済学者言ってますから嘘で、民間の銀行ですね、三菱とか住友とかいう銀行の銀行員が個人個人で帳簿に1000万円ってつければお金は1000万円印刷されたのと同じくなるわけです。まあ、こういう制度を作ったのはやっぱりアメリカヨーロッパなんですね。まあ、それの金融資本の人たちが作った。そしてそれに尾ひれをつけました。尾ひれっていうのが例えばデリバティブとかなんかいろいろ言うんですけど、まあ尾ひれをつけましてね、そして全く我々のもともとは経済は我々の努力の結果決まってくるものを違う形にしてるんですね。だけどここで我々はですね、そんなこと文句言ってもしょうがないんで、悪徳の金融屋さんとか、まあテレビに出てくるような経済学者とかそういうのが言うことはもう全く信用しちゃいけないんですよ。景気の上がり下がり、お金が入ってきたり入ってこなかったりするっていうのは、それは働かないで一攫千金を夢見る人はそれでいいですよ。人生の過ごし方って2通りあるんですよ。非常に極端に言えば、毎日毎日じっくりじっくり働く人と、それからどうも俺は真面目に働くのは合わないということで、まあ、ちょっとアウトローの人のように、まあ余計苦労するんですけども、ちょっと犯罪したり、それから夜店を開いたりして儲け、一攫千金を夢見るという人もいますからね。これはまあ人間の太刀ですから、性質ですから、まあしょうがないんですけども、私なんかは毎日毎日コツコツと働いて、働いた分だけいただければいいやっていう感じなんですね。ところがなんでそれじゃあ我々は騙されるかっつったら、我々自身に問題があるんですね。私が時々お話しする中世、これヨーロッパですけど、日本はずっと近代までそうだったんですけど、中世ヨーロッパの話なんですが、ある地主がですね、鎌が改良されたからだいぶ小麦がよく切れるようになった、収穫できるようになったので、1日 3マルクだった労賃を4マルクに上げるよと、こう農民に言う。つまり今では30万円の給料を40万円に上げるよと言ってる。今だったら我々はもうそういう頭になっちゃってますから、あ、それは親方ありがたいって言うと思うけども、昔の百姓は言わなかったんですよ。いやいや親方3マルクでいいですよと。なんでって親方が聞くと、いや現在の生活で満足してますからと。つまりお金が我々の満足をもたらすんじゃなくて、満足できるお金がいるっていうことなんですね。じゃあ我々の生活は今満足してるのかっていうと、まあ満足してるんですよ、本当はですよ。だけど我々の満足というのは少し少ないんですね。今平均所得がすごく低いし、女の人なんか特に半分ぐらいなんですけど、これは要するにお金を左右してボロ儲けしてる人たちがいるんですよ。まあこの頃は日産の会長さんだった人とかですよ、なんか月旅行行こうとする人とかいるわけですよ。そんな風な富のこうみんな同じように働いてるんですから、まあ能力のある人は2倍か3倍は働くのかもしれないけど、せいぜい2倍ですよ、2倍か3倍ですよ、人間ですから。だって 100m の競争見たって分かりますよ、一番速い人だって10秒なんですよ。我々は足が遅くたって20秒で走れるんですよ。だいたい人間っていうのはそのぐらいの差しかないんですね。物理の計算でもそうですよ。ある人が1時間で解ける問題を他の人が解いたら2時間ぐらいになるってことはあってもね、ある程度訓練を受けてたら同じようなことができるんですよ。それなのに給料は、かたや200、年収はですね、かたや200万、かたや20億円、そんなバカなことあるはずないじゃないですか、同じ人間なんだから。片方が宇宙人なら別ですけど。でこれは何で起こるかって言ったら、景気も相場も株価も給料も売値も何もかにも策略なんですよ。別に景気が自動的に上がったり下がったりしたわけでもないし、日経平均が上がったり下がったりしてるわけでもないし、銀行の金利が上がったり下がったりするわけでもない。全部それはポンプなんですよ、言ってみれば。人が働いたお金が一部のお金持ちのところに流れるポンプなんですよ。このポンプを断ち切るのがね、経済学者のやるべき最も大切なことなんですよ。経済学者はそれをやらなきゃいけないんですよ。くだらない難しい話をするんじゃなくて、金融を緩和したらいいとか、なんか関税をどうしたらいいとかいう話じゃなくてね、まずは全員が働いただけ、価値だけ、生み出した価値だけもらえるというシステムを作らなきゃいけないわけですね。